最近マジ腰いてんだけどどうしようかなこのままあれ変えようかな配信のあれを変えた方がいいかな最近なんかさ配信ってさあれじゃねえいちいちあのこの枠みたいなの変える必要なくね見やすいのかそっちの方がでも。 もう,う1時か腰大丈夫ですかマジヘルニアかもしれん痛え腰が痛え 明日どうせ休み休みじゃねえよ明日え明日休みだっけえ明日なんか祝日かなんかだっけだったらバックワードなんだけどね明日祝日じゃねえじゃねえか別に一瞬期待したわ今え明日祝日なのえ 違うでしょえいや違うよねびっくりしたか今あ金曜日やんお前マジで焦った今よくないぞその冗談はマジで本当に本当に良くないタチ悪すぎるお前ら 介護職が休み取るな。<laughs> お前 <laughs>、お,<前笑>お前さ、どち、ど、どっちくしょうじゃない、もうどきちくやな、どきちく。どきちくなこと言いやがったこいつ。介護職は休み取っちゃいけないんだって。なんか画質が悪い。え嘘画質悪い 年収500ないな俺多分多分400あって450ぐらいじゃね来年の源泉調子見てみるわ結構高い。 400、あっても450じゃねえかな。明日、触ってスマブラしようや。俺、一回もサボったことないの。俺、一回もサボったことないわ、仕事。マジで。すごくないそれ。サボったことないんだよ、スマブラ。 あスマブラじゃねえ仕事無断欠勤したことないよ仮病も使ったことないわすごくない俺バイトなんてクソ寝坊してたんだけどさバイトめちゃくちゃ寝坊してたし遅刻してたのにああ俺これ多分 社会人になったら、あれなんだろうなーって思ったけど、社会人になったらさ、なんか治ったんだけど、それ。何なんだろう、これは。同じようなやついない、い,いるんじゃないかな。もうバイトの時はマジで遅刻してたんだけど。てか、こう、シフトがさ、シフト忘れるみたいな。あれ今日、あ今日シフト入ってましたっけみたいな。そういうのめちゃくちゃあったんだけどさ、 社会人になってもこれあんのかもしれねえと思って <laughs> 嘘が下手だ、ね、嘘じゃねえよしん <laughs> ろ家族欲しい何,これか何で俺孤独 天外孤独確定みたいな、いますけどね、俺、親が。親、兄弟いますけど。お前さん、何それ。楽取り直そうかな。矢印しとこスマブラ矢印雑談みたいな。最近あるでしょ。そういうやつ。 家庭を持ちたいかいやああんま興味ねえな東大行ってたって本当ですか本当です東京大学出てるからね隠してたけど 学部学部はなんだっけ理科理科一類みたいなやつ理科一類東京理科一類ってたわ東京理科一,理科一類 ヒガちゃんが教えてくれたんだからビップいけよで、言ってるって言ってんじゃん。言ってるやん。なあ、言ってるよね。言ってる、言ってますけど。 最近の便所飯のトレンド、の便所飯やってんだけどさ最近は何やろう最近でも昼飯、最近抜こうかなと思ってるからね昼飯抜いてさで夜、アホみたいに食うっていうそういう生活。 東大卒で便所飯。刺創価学会入ってるってマジですかマジですこれガチですう創、ん、価学会入ってます入ってるというか入らされたというか入らされたというか気づいたら入ってた生まれた時から創価学会員生まれた時から学会員、うん このように生を受けた瞬間からがっかりだから別入ったっていうか入ったというのはまた別入ったっていう言い方は違うな入ってはないわパワーワードでもそういうやついっぱいいるよ多分そういうやついっぱいあるっいるてか多分今の若い人で 学会員とかだいたいそうほぼそうほぼってか100%そうじゃない100%そうだと思うよ、うん、だっておお若い人でさ学会員入りますなんて言っていねえだろどう考えたってそうかエピソード聞かせてくれいやだか,だから親はだってさ俺が小学校ぐらいの時はもう あれにてなんか会合みたいな,のなんか週一週一は言ってないかな二週になんか感覚的に週一か月一だっけななんか言ってたもんなでなんかみんなでさまずお題目をあげるわけよ「難名蓮華享保弁本第二二次戦孫十三枚屋上流流流」ってらこうみんなでお経入れてさその後なんか冊子みたいなのを読んでさえー 池田先生はなんとかとと言いましたなんかかんみんんななで読むわけそれはとかかかんとなんとかかんとかでなんとかかんとかでマシで言ってさで子供たちはなんか控え室みたいなとこで遊んどきなさいっつって遊んどくんですよ何人かそのこ子供連れてきてる人ちっちゃい子供とか、まあ、小学生ぐらいの子だったらさ子供連れてきてるから 子供同士でその間遊んで遊んでく遊んどくのそういうのはまあエピソードっていうかそういうのあったけどなあとあれ俺大学の頃は違う大学の青年部の青年部が来たんだよ青年部知ってる青年部ってなんか学会にはえっとね婦人部 男子部青年部なんかあるのねなんか年齢ごとに多分あってさ、まあ、婦人部は女の人で男子部は男の人でしょで青年部この多分二十歳そこそこの青年部ってやつがいて青年部の他の大学のやつが家に来てさで青年なんかねもうなんか明らかにさなんか何言っちゃ悪いけどちょっとねクソダサい 大学生活を楽しんでない、俺も人のこと言えないんだけどさやつが2人来て年上だったのなんか急にタメ口でさ今度こういうのがある,あるんだけどみたいななんかパンフレット渡してきてでいやーちょっとでも行きたくなかったから山まり断るわけじゃんそういうのはでそしたらさ「ちょじゃあ LINE 交換しようよ」とか言ってきてうわーと思ってさでも断る理由その時見つかんなくてさ俺 で、LINE、うーん、めちゃくちゃ嫌やけど、交換したの、その時。で、交換してさ、LINE が来たの、その時。何ヶ月か後に。この日空いてますかみたいな。この日空いてますかって言われて。で、俺なんでバカなんだろうな。なんで俺そこでさ、いや、空いてないですねって言えばいいのに、空いてますけど、何、何かあるんですかみたいな。なんかそんな感じで返したのか。でそしたら、 また何かあんのかなみたいな集まりみたいな。って思ったら、普通になんか、じゃあ今度ご飯行きましょうみたいに言われて。ほんとバカだな。いや、マジで今だったら絶対断るのにさ、その時なんかもう、お人よしだったのかなんか断るのが怖かったのかななんで俺、なんで俺はここで俺断んなかったんだろうと思って。うわぁと思って、開いてるって言っちゃったよ、みたいな。やべえと思って。 で、この日、ここに集合、みたいな流れになってさ、それで。駅、なんかね、ここの、ここ、どこどこの駅に集合、集合で、みたいに言われて、1ヶ月後ぐらいやったの。で、うわ、最悪、マジで最悪だって。でね、行くじゃん、その日に。その日行ったのね、俺。それ、さすがに約束してたら、ブッチするのはあれだ、人としてあれだなと思って。そしたらよ、そいつ来ねえでやんの、その、この、 くそブサイクなさブサイクなや青年部のやつが来なかったのうわこいつ来ねえわと思ってでもう最悪さでも今連絡え今日って約束の日ですよねって連絡しようと思ったんだけどしたらもう行きたくなかったから最悪こいつブッチしてくんねえかなと思って最悪こいつ忘れてくれないかなと思って1時 ちょっとね待った30分ぐらい待って来なかったのでちょっと僕この後用事があるんでもういいですかみたいな一応 LINE 送ってさ今日約束の日だったんですけど今日待ってましたけど来ないんだったらいいですかみたいな LINE 送ったのそしたらああマジでごめんみたいなあーマジでごめんみたいな言われてさはあ何こいつと思って あのゴそんなことすっからよ学会員の評判落ちんだろうがこのクズがと思ってよブロその後はブロックしたさすがにその後ブロックしたか最初からブロックすればよかったんだけどそういうエピソードもあります、まあ、これ学会員関係なしにあいつがゴミだったわなんで向こうかだれそうそうだよなあーマジでごめんみたいな そうか関係ないんだけどね人として学会の評判気にしてるのか気にしてるだって学会員学会の評判なんてもうクソもう底辺学会員って言っただけで白い目で見られるからさ 石原さとみもそうかでしょ石原とみもそうからしいね本当にそうなそうなんであれそうかって分かってんのかねああいう人って言ったの私そうかがかかんですってあとこう選挙シーズンはもう選挙シーズンはもう100%親に言われるからねあの公明党に入れなさいってマジでこれはうちの親ってさ多分まともなのめちゃくちゃまともでさ で女の人とかってさ多分感情的になったりするお母さんおるやん。でもうちの親ってさ絶対そんなことないの。絶対ないのね。なちゃんとこう論理だてて話してくれるうちの母親は。だけどだけどさあの選挙シーズンになるとなんで何もこ何も意見聞かずに公明党に入れなさい公明絶対に言うの。 なんかさ、なか選挙シーズンだけさ、頭おかしくない選挙シーズンだけ。選挙シーズンだけよ。公明党に入れなさい。公明党に入れなさい。何出てきていやいや、もう公明党に入れなさいって。なん,なんでみたいな。おかしくないそれ。普段めちゃくちゃさ、こう、ねえ、感情的にならない。母親でさ、 論理だねで話すような人なのに、なんか選挙シーズンだけさ、普通に公明党、公明党つってって、おかしいよななんでなんだろう、あれ。いや、もう入れるの。公明党に入れるのって。で、ここに、こうこう、こうやって書いてなんかあるやん。書くとこ2個。なんとかってとこには公明党って書いて、えー、名前はこう、こういう人、こ,この人だから、みたいな。 マジほんとああいうことやってるからね創価学院コメントに入れないとご飯作ってくれないうんいやご飯作ってくれないかもいやもうあそこまで言われてさいつもさまともな母親からさあんなふうに言われて俺もさうんわ、ま、かったよってなるもんだって勧誘はしたことないさすがに勧誘うちの親もしたことないんじゃないかな 別の党に入れてみて別に嘘つきゃいいんじゃないん入れたよっつって嘘ついたら <laughs> 母ちゃんまともなのうんまと、うん俺,俺はまともだと思うけど <laughs> 子供もったらそうなるかな俺もそうなろうやっぱ親にそう教育されたからね公明党に入れなさい公明党に入れなさいと。 でも俺も多分さ、ネットがなかったら俺分かんなかったと思うわ、そ公明、総科学会員がどうとかって。だって子供の頃さ、ネットなんて知,知らないから、親がせか親がもう世界の全てじゃん。だからさ、もう総科学会員は素晴らしいんだって思ってたもん、俺。子供の頃。総科学会員は素晴らしいんだ。池田先生は素晴らしいんだ、みたいな。マジで思ってたよ、俺。だって、それ、親が言うんだもん、そうやって。親が言ったらそうじゃない ネットないんだぞ外の情報をちゃらんされてんだぞ洗脳いやマジでも一種の洗脳って言ってもいいと思うしんない思ってたもんだってあれよあのおばあちゃんなんかすげえぞあの創価学会のしかも多分一番やばい信者は多分今のね まあ70から80ぐらいのおばあちゃんおばあちゃんおじいちゃん世代あの辺のね学会はマジでやばいからあの本当に戦争あの戦争の話すんじゃない、まあ、その辺の人たちそれは別にいいと思うんだけどいやねうちのお父さんは本当にあに、のー、戦争に駆り出されてみたいな赤髪が来て戦争に行って街、あのー、でなんか3人ぐらい戦争に行ったとでまあ2人ぐらいしか帰ってこんかったみたいな。 1>, いや2人いや1人しか帰ってこなかったみたいなことまあそういう話聞くのね。で聞くんだけどその後に絶対になんか今ね今の子はいいねみたいな今のいい世の中になったみたいなこと言うんだけどその後に絶対あのもうこれもね全部ね池田先生がね各国の首脳に挨拶回りをしたおかげなんよって絶対言うのね <laughs> マジで。 絶対言うのこれはそうなんよあの池田先生が挨拶回りをしたから今の平和があるんよってマジで言ってんのね本当に本当にあの人たちはマジでそう信じてんの本当に信じてるよ腹立つそのエピソードいや本当に言うからねマジで言うんだよでも俺もおばあちゃんそのおばあちゃんもすごいいい人なのマジでいいおばあちゃん 本当にいいおばちゃんだけど、まあそう信じてんの。で、俺もさ、あそうなんだって言うしかないじゃん、それ。池田先生いや、わかんない。俺も、本当かもしれなくないだって俺知らねえもん、だってなんで戦争起きてねえかなんてさ、政治のことなんてよ。わかんないじゃん。池田先生のおかげかもしれなくないそれ。お前ら、騙されてないか お前ら騙されてないかいやマジで本当にその世代って本当にそういうマジ信じてるからあの人たちそうやってで俺別にね本当かもしれんよ嘘う嘘かどうかなって誰も分かんないからうん布教すんな布教するわどんどん 爽快入りましたっつってすごいでしょすごいやろ総会学すごいでしょ布教しようみんなで布教しよう総会入っていい良かったことうん創会入って良かったこと何やろ今配信の ネタととして話せること今今よかったこうやってみんなのさ話のネタとしてはいいかなと思ってそれぐらいじゃない メリットなくてくさいやメリットでしょめちゃくちゃメリットでしょ学会について語る会でくさそういう会もいいだろうたまには学会について語ろ創価マットそ俺創価学会ってあんま見たなんかねあれなんだよな創価学会をバカにするネタはいっぱいあるじゃんネットはあんまりねなんかさ その、多分あれ、総価学会員じゃない人って多分面白く見れるんだけど、俺、なんかね、き、あれなんだよ、なんか親、親が関わってるかお俺、俺の親が、親を馬鹿にされてる感じ見てみようかな、でも見たことあるかなマットって何マットとかの総価学会って <laughs>。洗脳済み。いや、なんか親が絡んでくるとさ、 あれなんだよどれ創価学会のマットってこれ創価100%ってやつや信者ではないんだけどさいや親絡んでんじゃんいっぱいあるんだけど日本最大の新興宗教創価学会を解説 <laughs> 怖っ 怖いんやけど。そうか100、百パーセント弾まで別の。なにこれ、こなんか創価学会、こんなあるんや。 <laughs> どれこれこれなんかやばそうなんだけどサールインこれ <noise> さっき言ったサールインってこれ音でかい音でかくねえか。 <先>生 <laughs> 画質悪くねなにこれ,何こ,れ,何こ,れ,何こ,れこれ何 わ分からんのけどよく完成度が高すぎてリメイク何何完成度の高さか分かんない俺ごめん分かんねえわ つないです。久 <music> マ雅ってこんな価値ないや。データ人間革命、うちにあったぞ。多分あったわ。人間革命。多分持ってんだな、みんな。 そんなそんなことしてみると思うんだけどしてんのかな <laughs> やだ俺の池田先生はそんなひどいこと人じゃないと思うんだけどな

長くないこれあとおい意外と長いんだけど <laughs> 意外と長いんだけどみんなもうやめていいこれあのまだ3分最後だけ見ようですって ですっそうかにマイナスだからそうかにマイナスだからやめとちげえよ別にカルト宗教なのそうかってそうかってカルト宗教なの 懐かしいの最近はもう関わってねえわ正直実家にいないとやっぱり実家にいないと関わってないわ「光線ルフ」とか言ってたよ「光線ルフ」って意味が分かんなかった光線ルフって何なんだろう光線ルフって何なんみんなで「光線ルフ」って騒いゃうけど。 光線ルフ。知らん。これどんな感じやったか。漢字も忘れたけど、光線ルフって言ってたんだよ。光線ルフがああだこだーって。光線ルフ。ずっと光線ルフって言ってた。 お前ら普段はさ、普段はさ、なんか手もなんかね、おい障害者がやわ、おいやめちまえよとかさ、なんかさドブラックなこと言ってんのにさ、まちょっと総科学科に触れただけでさ、もうやめよう、もうやめようよこの話はよ、もうやばいやばいこの話はやばいってさ、お前らほんとビビりだよな、なんなの、クソビビりじゃない？普段普段もっと言っちゃいけない言葉でさ、散々パラ言ってんのに。 ほんとしょうもないわその程度おじけ,おじけづくなお前しっちゃり殺されるからそビビリなんだよな基本ビビってんのか よしもうやめようかこの話はそうか普通にシャレにならんとかさおめえらシャレにならんこといっぱい言ってんだよ普段普段言ってるのもっとやめようまあまあ小出しにしていこうこういうのはね これでは小出しにしていきましょう。うーん。もうエピソードとか、もう総合のエピソードもねえって。 マジでない。マジでない。あるけど、あるけど、まあ、まだ、まだ、あと、次、今度にしよう。どの宗教、ライバルしますか。エボバの証人ですね、やっぱり。やっぱ、あそこはやっぱ危険。あそこは、やっぱ、ね、最近、台頭して、台頭してきてるから。 ねやっぱ危ないよなあそこは新勢力として輸血できないやつうち輸血できるんでどうすかうちうちは輸血できるけどどうすか輸血マウント取っていこううちは輸血できるけどあそこ輸血できないんやみたいな遅れてるね輸血できない宗教とか もう今日寝るか明日仕事やし寝よっかもう,そうかマットも見れたし俺も十分だな寝ようもん、はああ明日は7時かな久々にちょっと早めに寝て体調万全で仕事に行くのもありひのかもしれん マリカーちょっといつやろっかな。今、ドンがいい調子だからさ、ドンが。俺のドンがいい調子だから、マリカーはあんまり邪魔されたくねえんだけど。でもマリカーもしとかねえといけないし。まあ、その辺も考えようしよう。じゃあ、お疲れ様でしたと。